こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。本日は7月10日から開催されておりました爆裂チェインバトルの結果報告をさせていただきます。はい、私の結果は上位 2% でございました。 1% 狙いたかったんですけれども、今回は私はかなり難しかったなと思います。はい、でもね 2% をいけましたのでとっても嬉しいです。それでは詳細を見ていきたいと思います。ハイスコアは1,327,5,416でした。はい、バトルキャラクターは即属性の LR 法悟空さん、長兄でお借りしたのが江戸川コナン天使さんでした。本当にありがとうございました。はい、そして極系でお借りしたのがヤムちゃんさんでした。ありがとうございました。はい、お二人のおかげで 2% を取ることができました。こちらのお二人の他にもたくさんのサポーター様をお借りしてチェインバトルを遊ばせていただきました。本当に皆さんありがとうございました。それでは本題に入りたいと思います。今回もマメリンを探せ開催しておりました。参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。今回もね、たくさんの方が遊んでくれました。これからね、紹介させていただきたいと思います。そして今回もこのような素敵なイラストをいただきました。はい、マミリンがレッドリボン軍になっているということなんですかね。ピッコロさんの代わりピッコロさんのような感じの立ち位置になっていますね。 Find me と書いております。はい、素敵なイラストも本当にありがとうございます。それではバトルキャラで遊んでくださった方のお一人目、マミリン愛していますさんでした。ありがとうございました。 LR ブルマを使ってくれています。はい、嬉しいです。そしてお二人目がイチローさんでした。ありがとうございます。これはね、レズンですかねSR レズン、はい、すごいです。そしてゼロリンマーと公式さん、はい、公式さんが遊んでくれている、嬉しいですね。 LR ブルマの途中の可愛い姿ですね。うん、これも嬉しいですね。そしてマミリンとこのまっちゃんさん、はい、うちのまっちゃんですかね。 LR ブルマありがとうございます。そして天下一覇者ジレシーマさんベビーですね。これは敵ですからね。はい、そしてヤムちゃんマート公式さん、はい、こちらも公式さんですね。ヤムチャを使っています。ありがとうございます。ヤムちゃんマート公式さん、今度は LR ブルマ使ってくれております。そして江戸川コナン天使さんも LR ブルマありがとうございます。マミリン愛していますさんがビールスですね。極限しましたね。はい、 TKG マート海外店、ついにマミリンマート、いや TKG マートが海外に進出っていうことなのかな。しかもね、ジャコだからね、絶対繁盛しますね。はい、シューパパさん、はい、これがもうよくわかんないグレムリンとか、これはジャークリューだっけ、なんだっけ、カエルはい、そしてマスリンマート三条さん、はい、マスリンマートさんギルです。ありがとうございます。翔太さんはいつものあられちゃん、ありがとうございます。そしてあ、新悟空だね、これイベントさんの可愛い。そして剛さん、はい、ブルマー体属性の方ですね。ありがとうございます。そして父が走ってきておりますはい、マミュとジェロリーさん、これはね、トムとジェリーから取ってますね。うん、ゼロリン、ゼロリンかな。はい、徳吉さんがパンちゃんハニー、ありがとうございます。ジャック・ラセルさん、おお、ピンクシャツベジータですね。うん、提案やなちゃん、いちごさん、ブルマありがとうございます。ヨハンナさんは17号、ありがとうございます。ご自身です。はい、やなちゃん、あ、今度はバニーを使ってくださっております。ありがとうございます。はい、花垂れさんです。ありがとうございます。いつものフランソワです。よいしょよいしょです。アクアさん、ありがとうございます。あられちゃん使ってますね。ありがとうございます。マミリンとこのまっちゃんは、アックマンを使っています。はい、すごい。ソウスイさんが、体属性ブルマですね。ありがとう。アコギなケンちゃんさん、ブルマ使ってくれてありがとうございます。マミュとジェロリーさん、はい、今度はパンちゃんだね。マミリン、愛していますさん。あ、ヤムチャですね。かっこいいですね。ジャック・ラッセルさん、ベイビー。はい、ありがとうございます。
ダッシー911さん、ありがとうございます。こっちだこねできるちち。やすしょうさん、ありがとうございます。 LR 元祖ゴールデンコンビだ。マミーポコちゃん、おむつだね。はい、園児かな。はい、そして園児シリーズかな。パンちゃんね。体力気力元気マートさん、あ、TKG さんだね。はい、ありがとう。つよしさん、あー、チライね、いいですね。徳吉さん、あ、これはね、うんうん、わかるわかる。シューパパさんが、うわー、来たね、兵士かなんかですね、R の。カズハさん、はい、オークデーが来ましたよ。シェンロンに何をお願いしてるんでしょうか。マスリマート山頂、ジャゴです。ビッシ。アコギなケンちゃんさん、はい、こちらのブルマ、ありがとうございます。ショータさん、はい、ジャコ、嬉しいですね、ジャコ大好き。そして翔太さん、LR、アラレちゃん、軍団。ヨハンナさん、全然スピードが足りませんよ。サクさん、バニーちゃんですね。安定の可愛さです。ありがとうございます。あ、そしてアラビアンの方も使ってくれました。ありがとう。ブルマを嗅いだ猫さん。すごい名前。しかもバトルキャラこれか。これはいろいろとどういう意図で使ってるんでしょうかね。ん？ブルマを嗅いだ猫さんがヤムチャ自爆してるってことは、これはあの人なのか。はい、江戸川コナンさん、ありがとうございます。サータンが逃げております。一郎さん、ありがとうございます。はい、 GT 悟空ですよね。総帥さん、ありがとうございます。ブルマーオンバイク、残り0分、マーメリン確保。うわ、ギリギリで捕まっちゃったらしいです、私チャオズに。光栄でございます。はい、シューパパリン。あ、これはね、ビドウだね。うん、SR ビドウか。花垂れさん、あー、もう大変疲れ切っちゃってるのかな、サタン。はい、よいしょよいしょ、ありがとうございます。あ、今度はマルカリータだ、可愛いですね。あれ、この極系の方、カズオ17って、これカズハさんなのかな、それとも花垂れさんなのかな。はい、よいしょ縛りのよいしょよいしょにしてくれましたね、楽しい。あ、カズハさんですね、こちら本物かな。うん、マックスパワーかな。ジャックラッセルさん、はい、合体ザマスです。かっこいいです。残り0分、マミリン確保。今度はこのブルマで確保してくれた。はい、翔太さん、 SSR のブルマだね。そしてジャコですね、仲良しコンビ。天下一発射、ジレーシーマさん。うわ、これね、アムスだったかな。提案ヤナちゃん、ありがとうございます。 LR のブルマエンド悟空。はい、そして、あ、ヤナちゃんもシェンロンに何か多くレしてます。マミリン愛していますさん、ありがとうございます。ブーですね。そしてマミリン学園 CEO さん、お、学園になりました、スケさんで。ツヨシさん、はい、ジャコービシ、避けるよ。そしてパンちゃん、避けるの。シューパパリン、あ、ドドリアさん、パラガスさん、カズハさん、おー、アンニンと来たか。はい、アコギなケンちゃんさん、はい、ブルマですね、ありがとうございます。マスリンマート、わら。何笑ってるんだろう。はい、この辺からね、私がサポーターで遊んでおりますね。はい、ももかさんもブルマを使って遊んでくださいましたね、ありがとうございます。はい、コナンさん、今度は LR ブルマの両方私を使ってくれています。はい、あ、ヨハンナさん来ました、バック、やってやるぞチャオマン。マミリンとこのまっちゃんさんは、おお、ケール、これ暴走かな。ソンゴはじめさん、ありがとうございます。チライですね、かわいいね。花垂れさん、はい、ヤジロベね、 SR ヤジロベですね。はい、こちらもお約束が来ましたよ、覆面のヤジロベ。コネクタは18号さんになっています。はい、マミリン愛してるさん、ありがとうございます。 LR ブルマ、ルーシェさん、おー、ルーシェさんパンちゃんですね、ありがとうございます。はい、ジレシーマさん。これタオペーペーですか。部屋とワイシャツとゼロ。ゼロリンはいろいろ名前を変えてくれます。はい、マミリン愛してるさんがヤムチャだね。うん、マミリン愛していますさん、あ、ハニーパンちゃんだ。はい、ショウタさん、ありがとうございます。あれ、これ長径のタコからビルさん、ブルマ染めになってる。あれ、私と同じことをして遊んでるのかな。へえ、はい、つよしさん、ランファンですね。うん、ランファンかわいい。そして、あー、これは
もう怖い方のやつですね。21号さん、マミリンチの新鮮な卵、新鮮なんですか？いいですね、新鮮。アラビアンブルマー、ありがとう。マミリンとこのまっちゃんさん、はい、強いブルマーを使ってくれてありがとう。シューパパリン、おー、パラパラブルチューズ。はい、そしてシューパパリン、あー、これはいいやつですね、好きですね。アコギナケンちゃんさん、ハートのブルマー、ありがとうございます。夫婦万歳さん、あ、夫婦だっけこれ、夫婦万歳さんかな、ありがとうございます。ヨハンナさん、ブルマ使ってくれている、ありがとうございます。スーハー SP 怪しすぎますよ、名前が。はい、これはね、スーパーヒーローじゃない方のやつだよね。江戸川コナンさん、あー、ダボーよいしょだ、欲しいんですよこれ、ありがとう。花たれさんも、ランファンアフロだね。はい、花たれさん、パイクーさん、よいしょ、双子よいしょ。マミリン愛してるさん、はい、ご飯くんね、いいですね。あ、トランクスですか、挑発トランクスですね。シューパパリン、はい、これボージャックだよね、ボージャック。そして、あ、これヤムハンだな、ちょっとテンさんだと思わせといての。はい、アコギナケンちゃんさん、バニーちゃんです、ありがとうございます。生ハゲさんもありがとうございます。LR プルマで遊んでくれました。ありがとう。つよしさん、おお、ボージャックだ。へえ、なんだっけこのボージャック。マミリンとこのまっちゃんさん、ああ、ビですね。はい、そしてタコカラさんがブルマ染めです。はい、マミヤムマショ T0。すごいです。これは何でしょうか。マムちゃん、8123。ああ、これはね、ちょっとわかる人にはわかる数字ですね。ありがとうございます。はい、提案やなちゃん1号さん、パンちゃん、ありがとうございます。やすしょうさん、ありがとうございます。はい、 LR ブルマで遊んでくれましたね。 TKG さん、あ、名前戻ってますね、これはジャコですよね。はい、そしてコナンさんが、あ、おー、劇場版のパンちゃんです。たかちゃんさん、ありがとうございます。はい、 LR ブルマで両方とも私で遊んでくれました。花たれさん、これはね、なんだっけ、すごい忘れちゃうんですよね。はい、夫婦万歳さん、おー、悟空元気玉。はい、カズハさん、あ、これ何欲しいの。アクアさん、ありがとうございます。アラレちゃん、ランチさん、紫総長、ソースイさん、はい、バイキングブルマ、バイキングじゃないな。マミリン愛してるさん、あ、ビルス様ですね、うんうん。マミリン愛していますさん、あー、マイちゃん、マイちゃんね。マムちゃん、8128月12日だよ。はい、ありがとうございます。と、ニンジンカとバニーちゃんという感じですね。はい、夫婦万歳、これ多分さっきの漢字で書いてた方と一緒かな。はい、サクさん、あられちゃん、ありがとうございます。心から好きだよゼロはい、じいちゃんですね。アコギナケンちゃんさん、はい、ありがとうございます。全部のブルマを使ってくれてる感じ。つよしさん、ありがとうございます。このブルマも素敵ですよね。あ、そして父ですね。はい、こっちさ、コネできる父。翔太さんもありがとうございます。はい、たくさん遊んでくださっております。はい、あー、なるほどね、ちびっこ二人なんだ。へー、ありがとうございます。ルーシェさんはトワ様ですか。うん、セクシーですよね。ヤナちゃん、ありがとうございます。はい、イベントさんの可愛いやつ。タコカルさんが本当に面白い。はい、ヤナちゃんさんはあられちゃんですね。ありがとうございます。シューパパリンは、あー、牛魔王がね、牛魔王忘れちゃいけないですからね。はい、マミリンとこのまっちゃん、パンちゃん、キーク、花たれさん、あ、つるちゃんですか。つる川流、なるほど、コネクターもちゃんとそんな感じになってますね。はい、マッスーはブルマー、ありがとう。マミリン愛していますさん、ザマスね、そうですね。はい、そして、あ、これはね、はい、コテンクスのやつね。ソースイさん、おー、 SR のブルマーまで使ってくださり、ありがとう。イチローさんはこれ GT 悟空だ、これも遊んでるのでいいのかな。当てにならない男さん、誰でしょうか。テンさんですよね。はい、そしてヤムチャ、え、ヤムチャってことは、そういうこと。つよしさん、はい、おー、セリパね、セリパか。そして、もうブルマですね、アレイビアン、ありがとう。シューパパリン、今度はベビーなんだ、これはね、敵ですからね。マミンとこのまっちゃんさん、パンちゃん、舞踏家パンちゃん、チケ爆死マートの卵はい、ごめんね、私引いちゃってね。
はい、アコギなけんちゃんさんもありがとうございます。チケパクシマートの卵さん、切ないからありがとう。はい、サクさん、おお、よいしょじゃないですか。第七宇宙代表よいしょだ。ゼロの都大東京。あ、ゼロリン、なんか曲のタイトルにしてくれてるんですね、多分ね。はい、そして今回の最後、天下一覇者ジレシーマさんでした。 LR パンちゃんで遊んでくださいました。はい、というわけでね、今回も本当に本当にたくさんのキャラクターで遊んでくださいました。皆さん本当にお疲れ様でしたありがとうございました。いや本当ね、大変だと思うんだ。まあ本当に楽しいって言ってくださる方がほとんどなんですけれども、楽しくなければ遊ばないかなとは思うんですけども、本当にね、私は毎回遊んでくださる方はすごいなと思いますね。もう本当すごいなって思っちゃうもうね、愛を感じます。マミリン、マートのことがきっと好きでいてくれるんだろうなって思っております。本当に今回もたくさん遊んでくださりありがとうございました。そして長い時間ご視聴くださってありがとうございました。チェインバトル、次回もまたマミリンを探せば開催したいと思いますのでまたよろしくお願いいたします。それではチェインバトル、マミリンを探せ、本当にお疲れ様でした。次の動画も絶対見てくれよな。